もしかすると今までのサプライズの中で結構なサプライズになる可能性があります。素晴らしいです。これは待って、もしかしたらさ、ユアサプライズ、なんだそれ。じゃあもう渡しちゃおうかな。あ、じゃあ先にちょっとこの大きくない方からいこうかな。これ知らないでしょ、あったの。服でしょ。絶対服だよ。あ、これあれだ。じゃあ、じゃあまず何かわかるかな、これで。じゃじゃん。クリエルって書いてあるの。おい、待って、コイン…待って、バッグ、ん、待って、ももちゃん、貯金箱、貯金箱、すごいでしょ。え、これ…これ食べたくない、お金食べたくないよ、これ普通に。すごいでしょ。マイリー、奥ちゃんのやつよ。うっそ。あ、ちょっと一回袋持ってくる。待って、見て。でもこれ普通にお金入れたくない。すごい可愛いよね。お金入れたらさ、あれだもんね、汚くなっちゃうから。嬉しい、嬉しい、これ普通に嬉しい、これ。それで、次にあげるものが、子供にはもちろん全部あげたいんだけど、でそれにしても結構ママも欲しかったやつなの。じゃあもう絶対分かっちゃったんだけど、誰か。せーの、じゃん。あー、欲しい、これ。めっちゃ欲しい。よく見て、どっちが誰って書いてある。他じゃなく、天童光輝、吉田北斗、京極龍、川村和真。ちょうだい。ママも持ち歩きたいんだけど、可愛くないそれ、うん、いや、持ち歩きたくない、汚れちゃう、もうダメ。もう普通にもうお風呂に飾っていつも一緒にお風呂。あのさ、あの皆さんにも見せてあげて。あ、そうだ、岩が今ね、ちょっともらっ、あ、もらったっていうか、手に持ってるのはラバーマスコット。お、待って、ラバーマスちっちゃいマスコットってこと、ね、わかんないけど、マスコット、天童光輝。これすごい、あれちゃんと。ママ、この番号何？5番。制服着てる。ねえ、岩何番？あ、8番。じゃあ、ももちゃん、じゃあこれさ、どうやって手に入れたか聞きたい。ももちゃんが手に入れてるのが、コンビニみたいな。正解。カズマくんのお兄さんです。これくじ引きでしょ、だって。だから、ある意味当たったってことですよ。ママやったの？そんな素晴らしいものが。待って、待って、すごい、音、すごい、中とかあるよ、これみんなのマスコットとかあるじゃん。すごい、これすごい、一回すごいよでしょ。やばい。そう、え、てか、あの100均でさ、あのアミアミ買ってさ、飾る。じゃあ、それから日浦海二くん、一気カウントです。9番、9番じゃあ、ゴールドだ。これを開けてみてください。はい、じゃじゃん。すごい、これ超楽しみ。あ、なんかね、なんかボコボコしてる。そう、何か開けてみて。じゃあ1枚目こ、ママも1枚開けて。ママに開けて。なんでママってそのさ、開けるやつ苦手なの。なんか緊張して、緊張して。誰が出るとか、なんかチームによるかも。ママたちに開けてもらうと、なんか2枚入ってるよ。まず1枚は、あ、あ、こ、袋だ。こうやってやるやつ。あ、すごい、すごい、え、かわいくない。あと、これはもう分かるでしょ、もう分かるか。チーム先生の、あ、先生、あ、え、もう見て、見て、見て、これ、これも袋で顔があって、これですね、すごい。ママが出たの、これ、ハルさん、かわいくない、見て。え、もうちょっと待って、もう、え、これさ、バッグに入れたらかわいいよ、飴とか入れて持ち歩くの。え、もう、え、なんで、あれ、衣装、いろんなアイディアしかない。衣装だった、違う、あのさ、あの100均でさ、あのアミアミ売ってるじゃん、あれをさ、あの、違う、だからこれは私がもらったやつを私は飾るの。いいね。また同じだ。え、え、またかぶりすぎじゃない。あれ、なんでみんな結構かぶってる。かぶりすぎ。おまま最高。もう、もう、なんでもこのように生きてきてよかった。ピンク色、誰、ね、あ、でもさ、出てた、待って、今の奇跡、これめっちゃ
ネクスト、ネクスト、イエーイ。だってそれすごい可愛いね。ネクスト、これ欲しい。ネクスト、ネクスト、ネクスト、いや、ネクスト、よっしゃー、ネクストもらったぜ、もらったぜ、ネクスト。それかなと思う。ママ、ママ今願ったのが叶った。今願ったことになったね。あやっぱこれ今大興奮しちゃうだろうな。あ、じゃあ取っちゃった。まこちゃん、これやばいな。あ、もう取り合い、取り合い。もうでもいつか見せる。でもね、これもいいよ。次出たのがこちらです。あー、もらえちょっとかなでさんはすごいでしょ。すごい。あ、4にこうやってる。そう、しかも今見て、これで今勉強するようになるよ。ちゃんと書いてあること、今勉強してます、勉強中だよって。ももちゃんなんて書いてあった？これ裏ないの？外出中ですなんて。裏側ないのかな。裏側毎日勉強中だとして、お外に行ってますって。もう本当にスリスリしちゃう。いやー、やばいでしょ、やばいでしょこのグッズ、うん、ねえ、なんか久しぶりに岩たちがテンションすごい上がるだろうなと思ったの。嬉しい。最後に消すって。そうだ、すごいもの出たの忘れてた、言い忘れてた。これこそ取り合いになるかもしれない。あー、もう何、もう取られた。誰でしょうか、誰でしょうか。わこちゃん、誰でしょうか。わこちゃん、わこちゃん、わこちゃん、私もらうからわこちゃん。わこちゃん、ネクスト出たし、プロ、やっぱりね、みんな揃った、よかった。え、待って、このグッズ超可愛いと思うな。なんかすごい嬉しいんだけど、このグッズやばいでしょ。もうやばい。じゃあ、ゆあはこれもらうから、ももちゃんはこれさせてもらって、で、はい、じゃあ、北斗くんのおもちゃもらっていいから、じゃあ、ももちゃんがもらうの、こっちをできな。そしてママがなんか嬉しいのは、カズマくんじゃないよ、メンディーさんのすごい可愛いの。え、そう、思った可愛くない？めっちゃ可愛い。なんかさ、すごい黄色でさ、すごい可愛かったよね。なんか助けたいよ、驚きだよね。めっちゃ可愛い。いいよ、いいよ、これ欲しい。可愛いでしょ。え、すごいいいの、金髪。もうちょっとね、家にあまりに大きいんで、ちょっとね、置いてるのはバレてしまったんですけど、ちょっと家も、物分かっちゃったんだ。くじの最後の1枚を買った人がもらえるというもので、まあ、ゆあとももにどうしてもあげたくて、で、あと YouTube とかでもテーブルよく使うし、あ、言っちゃったということで、どうしてもゲットしたくて手に入ったものです。これママもやってあげるね。それがこちらです。あいよ、もうラスト賞だって。でも、ももちゃんだけがもらうわ。ミニテーブル。え、あ、負けた、早く。すごい、かわいない。ちょっと待って、これは瞬間に開けないと。いきます。手切れちゃうよ。どうする。待って、もう見てないけど可愛い。これさ、岩の部屋に置いておいてもいい。うわ、かわいい。取れてる。なんかね、変だよ。じゃあ絶対なんか誰かの写真いっぱいいる。もしかしてさ、フリルちゃんのみんな、ね、絶対さ、なんかあの予想だけど、横にあのみんなが並んでるとか、それで真ん中にプリルちゃんって書いてあるのかな。待って、当たっちゃったかも。待って、これは家にあるってやばいんだけど。行くよ、チームごとに行く。全然色が違う。すごい。あ、こういうわけで、ここにみんな並んでるかと思った。すごい。これがうちにあるの、やばい、嬉しすぎる。よかったね。あのさ、いつもこれぐらいのさ、やつでさ、ちっちゃいやつあんじゃん。でもこれもドアアップで見れる。これママがパソコンやるようじゃん、ちょうど。もう本当に、え、待って、嬉しい。よかったね。どう？はい、結構今までの中で結構ないいサプライズだと思うんだけど。待ってね、これももちゃんがもらっていい？ちょっとこれさ、普通にさ、なんか妄想してるでしょ。ということで、ママからの結構な春休みサプライズでした。ずっと出したかったんだけど、ちょっと忙しすぎて全然撮影できなくて、
ママも本当そのグッズを早く使いたいからもううずうずしてたの。よかった、やっと開けれた。大好き。枕にしていい？大好き大好き。ということでプリンスオブレジェンド映画ぜひ皆さん見に行ってください。なんでなんで自分たちの映画じゃないの、宣伝みたいな。で3月21日もうロードショー始まっております。プリンスオブレジェンドぜひご覧ください。ご覧ください。どうぞどうぞ。今から始まりみたいですけどね。ママたちはねあの最初の試写会では見たんですけどまだ映画館に出ていけないので。でもね違うらしいんです。行きたいと思いますね、はい、楽しみ楽しみです。意外と泣けちゃうんだよね。ママ泣いたし、あの泣いたもん、あの時なんかすごい装い、ね、みんなでこれ一緒に撮らない？いいね、いいね。これどっちも使えるのかな。どっち使う？うん、ハルはここはいいね。違うでしょ、ここはいいけど自分の場所で集まないし、レオ君の場所でしょ。じゃあもうみんないいよ。プリリュでもう終わっちゃったね。帰ろうみんなで。じゃあまこちゃんのお家に来る？